加藤厚志8月14日体は、日本の囲碁騎士、東京都出身、日本基因所属、菊池康夫に、指示、球団、JT 杯製材後選手権戦優勝など、中央を好む棋風。東京都江東区生まれ、9歳の時に、祖父から囲碁を学び、菊池康夫の緑星囲碁学園に通う。1986年少年少女囲碁、大会小学生の部で5位入賞。 その後日本棋院制となり、1990年入団。1992年棋聖戦3段戦優勝。1993年4段時に、日中スーパー囲碁で4人抜きし、スーパー厚しくんと呼ばれる。1996年棋聖戦5段戦優勝。選抜戦でも優勝し、最高棋士決定戦進出。1997年には六段戦優勝するが、 選抜戦では、準優勝。1998年 JT 杯で、獅子座の部に優勝して、本戦出場、決勝で、長地君を破って、帰戦初優勝。2001年王座戦挑戦者決定戦に、進出するが、長地君に敗れる。同年八段。2005年から4期連続規制戦リーグ入り、2006年は、B リーグで4から1と、小林里氏と、 同率ながら、序列により2位。2008年 NHK ハイベスト4。2009年球団。好きな子は本陰謀、本因坊秀和、本因坊周作。プロレスの川田俊明のファン。4人抜き第8回日中スーパー囲碁第4戦。長文東、加藤敦史1993年7月21日黒。1から3が面白いコンビネーション。 その後上辺を嵐に来た白を攻め損ねて黒振りとなるが中盤に左下の高争いを制して逆転228手まで黒11目半勝ち4人抜きを果たしたありがとうございます